その日の前には、重松清による連作短編小説集、文芸春秋より2005年8月5日に、刊行された。2007年にラジオドラマ化、2008年に映画化、2014年にテレビドラマ化、2016年に朗読劇化される。全編とも、別冊文芸春秋に掲載された。最新巻誓約書ドラマスペシャルその日の前にの、 タイトルで2007年3月21日 MBS ラジオ及び文化放送で放送された第21回東京国際映画祭特別招待作品キャッチコピーはここから始まる人々の物語2014年3月23日3月30日に全後編で NHKBS プレミアムプレミアムドラマにて放送前編では 余命宣告された妻が死亡する、その日を迎えるまでを、後編では、その日やその後のことまでが描かれ、最後には光を感じられる結末となっている。キャッチコピーは、余命を宣告された妻。僕には何ができるのか。2016年4月16日17日23日24日に、DMMVR シアターで公演。最新のサイネージ技術を駆使し、 立体視映像表現、ライブホログラフィック演出を挿入した朗読劇。その日の前に、ヒアカムズザさんを講演。ありがとうございます。